こんにちは。静岡県浜松市で花やた肉のポット内の生産直売をしている宮崎農園です。今日は12月25日クリスマスですね。今朝は世界中でサンタさんからのプレゼントに喜ぶ姿が見られたと思います。実は昨日うちの直売ショップにも多肉好きの奥様へのクリスマスプレゼントにしたいとご来店くださった男性がいらっしゃいました。ハウスの外に立ててある旗を見ていらしてくださったようで、とても嬉しく思いました。今年はいつも立てている花の旗と一緒に多肉植物の旗も立てるようにしたので、多肉好きの方にもたくさんご来店いただきました。とても嬉しく思っています。本当にありがとうございます。この動画をご覧の皆様はいかがでしょうか。多肉植物も興味あります。可愛いと思います。育ててますという方いらっしゃいましたら、ぜひ画面下のグッドボタンを押してくださいね。今回の動画は実は私が自分へのクリスマスプレゼントとして注文してあった多肉植物のセンペリビウムが昨日届き、もう可愛すぎて皆さんにシェアしたいと思いましたので、完全私物ではありますがご紹介したいと思います。前半はハウスで育てているセンペリブームの苗や寄せ植えのご紹介、後半では昨日届いた8種類の私物のセンペリブームのご紹介をしたいと思います。最後の方でご紹介している自分へのクリスマスプレゼントのセンペルが本当に可愛いので、ぜひ最後までのんびりくつろぎながらご覧いただけたらと思います。こんな感じでこのチャンネルでは宮崎農園の花や多肉の生育状況、期間限定春と秋の直売ショップの様子、花や多肉の育て方など、時々私の思っていることをお伝えしています。花や多肉が大好きな方、これからガーデニングを始めようと思われる方、チャンネル登録をポチッとしていただくだけで完全無料年会費ただの宮崎農園友の会にご入会いただけます。花や多肉を学んでゆったりとしたひとときをご一緒できれば嬉しいです。ご入会お待ちしております。それではここからハウスで育てているセンペリビウムの苗と寄せ植えをご紹介していきます。最初に簡単にセンペリについてご説明したいと思います。ヨーロッパから西アジアの山岳地帯に自生して、耐寒性乾燥に非常に強い植物です。品種によって葉の形、色、毛の状態などの違いがあります。また冬の紅葉、春の芽吹きがとても美しい植物です。数多くの変種、雑種、品種があり、世界中の愛好家が育てています。それではセンペルの魅力についてお話ししていきたいと思います。センペルビウムの魅力は大きく分けて2つあると思います。1つ目は紅葉、2つ目は子株の増え方。まずは1つ目、紅葉について。センペルは冬になると夏の姿からガラリと変わり、とても綺麗に色づきます。夏と冬の姿が全く違うものもあり、育てていてびっくりすることもよくあるのです。品種によって株全体が色づくタイプや、
葉の縁だけが色づくタイプ、中には葉の裏側だけ色づくものもあり、とても楽しませてくれます。それではセンペルの魅力2つ目の小株の増え方についてお話ししていきます。センペルはこの増え方が独特で、親株の周りをぐるりと囲むようにして子株が増えたり、イチゴのようにピョーンとランナーを出して増えていったり、春先の子株が出てくる様はとても愛らしく本当に癒されます。他の多肉植物には見られない楽しさは一年通してと育ててみて初めてわかります。季節ごとの変化の様子をまたご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録しておいてくださいね。センペルの子株を使ってこんな可愛らしい寄せ植えもできちゃいます。エケベリアなど他の多肉植物との相性も良いので、一緒に寄せ植えてもとっても可愛いです。センペルは徒長しづらいのでとても長持ちしますよ。ここからは後半、私が今回自分用に取り寄せしましたとっても可愛い私物のセンペルのご紹介です。品種名とともに一つずつご紹介していきます。全部で8種類、最後までよろしかったらご覧ください。はい、それでは1つ目、センペルビウムオクトッポです。こちらは原種になるようです。原産地がバルカン半島北部、小型のセンペルになります。長いライナーを伸ばしながら子株が増えていくようです。鉢から垂れるようになるそうで、とても楽しみです。親株自体もまん丸で、産毛が生えている姿がとても可愛らしいです。はい、こちら2点目のパシフィックグレース。1988年にアメリカで作出された中型のセンペルになります。こちらもまん丸なロゼットで、まさにグレース、優美で、なおかつこのグレーの色と産毛の生えている姿がとても可愛らしいです。はい、3点目のこちらはパシフィックタフィーピンク。1992年アメリカで作出された中型のセンペルになります。名前のタフィーピンクとは、濃いピンク色に乳白色を混ぜたようなピンク色のことのようですが、紅葉するとそのような鮮やかな色になるということでしょうか。とても楽しみです。はい、4点目はパシフィックスプリングフロスト。1998年アメリカで作出された中型のセンペルです。渋いブラウンレッドで、葉がみっちりと重なりコロンとしている姿がとても可愛らしいです。はい、5点目はメイタイム。1990年アメリカで作出された小型のセンペルになります。こちらは紅葉すると全体的にチョコレートブラウン色になり、葉の縁が緑のままで、ブラウンと緑のコントラストがとても綺麗な品種です。はい、こちら6点目はパーディーズ60-1
1961年アメリカで作出された中型の品種です。こちらは紅葉すると葉の先が赤茶色に色づいてくるようです。チャコールグレーの今のお色でも多肉の寄せ植えに入れるととても映えそうですね。はい、こちら7点目はラウンドロビン。アメリカで1976年に作出された中型のセンペルです。葉数が多く固く締まったロゼットになり、葉の裏が赤く紅葉するタイプです。最後の8点目、こちらはセンペルビウムではございませんが、とても興味深かったので一緒に取り寄せてみました。弁慶草科のジョビバルバ属、ジョビバルバ属のヒルタ、メチェクサンチ産の A という品種になります。ハンガリーのメチク山脈の原産です。ヨーロッパアルプス周辺に自生し、耐寒性乾燥に非常に強い植物のようです。今回の動画では前半ハウスで育てているセンペルビウムのご紹介、後半では今回取り寄せした私物のセンペルビウムのご紹介をしました。いかがでしたでしょうか。センペルビウムの可愛らしさが伝わりましたでしょうか。可愛かった、育ててみたいと思われた方いらっしゃいましたら、ぜひ画面下のグッドボタンを押していただけたらと思います。こんな感じでこのチャンネルでは宮崎農園の花や多肉の生育状況、期間限定春と秋の直売ショップの様子、花や多肉の育て方など、時々私の思っていることをお伝えしています。花や多肉が大好きな方、これからガーデニングを始めようと思われる方、チャンネル登録をポチッとしていただくだけで、完全無料、年会費ただの宮崎農園友の会にご入会いただけます。花や多肉を学んで、ゆったりとしたひとときをご一緒できれば嬉しいです。ご入会お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。